見渡す限り一面砂の大地ですね。ここは国境を越えてすぐのトゥーラ砂漠よ。ソルムは国土のほとんどが砂漠なの。ヒルシオンと違ってとても暑くて溶けてしまいそうだわ。ここからどうするんだ、神竜様。王と話をするためソルム王城に行きます。ただもしすでに襲撃に遭っていたら。私がイルシオンにいた頃、シクが何度かソルムに行っていたけれど、何か成果を上げている様子はなかったから、王城は無事のはずよ。ありがたい情報だ。元敵側の者が味方にいると頼もしいね。ご評価をどうも。ソルムに託されている紋章師の指輪は何なのでしょう。創縁の勇者の指輪、紋章師の指輪の中でも特に強い力を持つらしいわ。得られれば大きな力になるでしょうね。今の私たちにはぜひとも手にしたい指輪ですね。先を急ぎましょう。王城の方向は。ここはさっきも通らなかったかしら。え、景色が同じで気づきませんでした。すみません。いえ、私もソルムの地理は地図上の知識でしか知らなくて。そうだわ、アルフレッド王子、ディアマンド王子はどうなの。ソルム王国と同盟を結んでいるのなら王城を訪れたことぐらいあるのではないかしら。悪いが、来たのはもう随分前のことで道は覚えていない。僕はフィレネ側からしか来たことがないから、イルシオン側からの道には疎くて。すまないね。そう、つまり誰一人王城への道がわからないと。迷子ね。そのようですね。困りました。せめて何か目印でもあれば。ねえねえ、そこのお歴々方、旅のお方。急に声をかけてごめんね。でもみんなして頭抱えてるんだもん、気になっちゃって。あなたは。俺はここトゥーラ砂漠の平和を守る自警団長フォガートさ。自警団たるもの、悩める人の力になるべし。何かお困りなら力になるよ。助かります。私はリトスの地より参りました、神竜です。神竜？神竜って信仰大将の。本当に。すみません、無礼な態度で話しかけてしまい。いいんです、どうか気軽に話してください。神竜様がそう言うなら。それでそんなすごい方がどうして困ってたの。ソルム王城に行きたいんです。でも道が分からなくて。なるほどね、そういうことならぜひこの俺に案内役をさせてよ。いいんですか。この先はずっと砂漠だから、外国の方だけじゃ危ないよ。俺に出会えてラッキーだね。ありがとうございます。じゃ早速王城へと言いたいところなんだけど、その前に一仕事終わらせなきゃ。一仕事？少し前から砂漠に化け物が現れるようになって、自警団として討伐任務に当たってるんだ。さっき奴らが現れたっていう報告があったから、そこに向かう途中だったんだよ。申し訳ないんだけど、案内は退治が終わってからでもいいかな。もちろんです、戦いには慣れていますので。私たちもお手伝いさせてください。助かるよ、仲間が先に向かってるから合流しよう。大変なことになってるみたいだな。あー、いたいた、パンドロ、マネフォガートか。おっせー、お前俺たちを殺す気かよ。
もう少し遅れていたらこいつらに食われているところだった。悪い悪い、助っ人を連れてきたから許してくれ。助っ人？侵食者のパンドロは驚くかもな。じゃーん、なんと神竜様です。はじめまして、神竜です。あ、信仰大将？ちょ、何？誰様を引っ掛けてきてんだ？美しい。それにあの色つや、メインディッシュの彩りのようだな。何を品定めしてんだよ。相手は神だぞ、わきまえろ。やる気が出たみたいで何より。神竜様、この二人が自警団の仲間だよ。一緒に戦うからよろしくね。さっさと討伐して王城に行こう。はい、私も頑張ります。こっちにも化け物が。助けてくれ。それじゃ自警団の任務を開始しますか。ウェーイ、待ってました。盛り上がっていこうぜ。相手が化け物でもうまく調理してみせる。ところどころに流差があるね。一度入ると出るのが大変だから気をつけて。承知しました。えい、ご満足いただけましたか。この地に幸福を。受けたまわった。神竜様、お話できて光栄です。俺はワープの杖を持っております。味方を遠くの場所にワープさせることができますので、必要でしたらお申し付けください。
しもうよ。盛り上がったね。許されるなら私に力を。負けるものです。次は仲良くしたいな。
しまいましたの？頑張るね。助力するな。待て、倒れ、しぶとい。よっ、煩わしい。父なる空の怒りを。
しい花だったわ。素晴らしいですわ。ありがとう。すごいな。ありがとうございます。そうですね、そうですね。ほう、さすがの戦いぶりだったよ。これぞ本物の神竜様って感じ。約束通りソルム王城に案内するよ。迷いやすいからはぐれないようについてきてね。よろしくお願いします。いよいよか。ソルム王城に行くのはもう何年ぶりになるかな。フィレネとソルムはもっと親交が深いのかと思っていました。もちろん国家間の仲は良好だよ。けれど王族同士はそこまで親密なわけではないんだ。ソルムはスフォリアという女王が治めているのだけれど、僕も母上も彼女以外の王族に会ったことがない。会ったことがない？ああ、王輩はもちろんのこと、次期女王たる王女やその弟である王子にも一度も。ただの一度もですか？そんなことって。アルフレッド王子もそうなのか？ディアマンド王子も。王城への道は忘れてしまったが、王城でのことはよく覚えている。謁見の間に女王しかいない不自然さとは、他の王族に合わせたがらないあの態度、こちらが王女と王子に会いたいと言っても今はいないの一点張りだった。僕がお会いした時も同じだったよ。その上いつ戻るのかと聞いてもわからないと。王族がずっと城にいないなどありえない。
なぜ堅くなに隠すのだろう。例えばとても病弱なのか人嫌いなのか、それとも見せられない理由があるのか。謎めいていますね。ホガートたちのような国民はとても明るく見えるのに。女王の態度こそ友好的だけれど、得体の知れない王家であることは確かだ。王城についても気を抜かない方がいい。わかりました。着いたよ。ここがソルム王城。あの怖そうな門番に話すと門を開けてくれるから。ありがとうございます、ホガート。ここまでの道案内本当に助かりました。お役に立てたなら自警団冥利に尽きるよ。この親切は決して忘れません。それでは私たちはここで。あれ、ホガート、どこに。どこって門番のところさ。自警団って王城の門を開けられるのか。普通は無理なのではないかな。王城好きの兵ならまだしも。待ってください、ホガート。ただいま。ただいま。ホガート王子、お戻りになられたのですね。すぐに門をお開けします。ありがとう。王子、今フォガートが王子と呼ばれたの。聞き間違いでなければそうだね。お待たせ、門が開いたよ。あのフォガートはソルムの王子なのですか。言ってなかったっけ。聞いていないな。あれ、ごめんごめん。じゃあ改めまして、俺はソルム自警団長兼王子フォガートです。ようこそ我がソルム王城へ。さあさあどうぞ遠慮なく中へ。お城に来たってことは母さんに会いたいんだよね。母さん、お客さんだよ。驚きました。まさか彼が王子だっただなんて。王子自ら自警団などする人はするのかもしれないよ。あんなに元気ならなぜ今まで他国に姿を見せなかったんだ。謎はつきませんが、とにかく城内に入りましょう。ホガートが大きく手招きをして待っています。ああやはりいいですね。奪われ引き裂かれ、むごたらしく分かたれたものは。失礼します、ベイル様。セピア、神竜たちの動向は。影の原野を抜けソルム王国へと逃げ延びたようです。ブロディアには戻らなかったのですね。新たな指輪を狙ってのことならむしろ好都合です。ねえねえベイル様、追いかける？それなら僕が行きたいな。嬉しい申し出ですが、もう少しだけ我慢してください。どうせならソルムの指輪を集めさせてから全て奪った方が楽ですから。そっか、じゃあその時までいい子で待ってるね。偉いですねマロンは。ええ、マロンは我が宿の自慢ですわ。ベイル様もセピアも褒めてくれるから僕大好き。お子様だな。褒められるより叱られる方がいいってこと全然わかっちゃいねえんだが。大丈夫ですよグリン、あなたのことは任務が成功したらいくらでも痛めつけてあげます。そりゃあ楽しみですね。やはりベイル様は至上のお方だ。モーブはどうです。次のご褒美は何がいいですか。俺は何も。あなた様はお気になさらないでください。名前も呼んでくれないだなんて
私に対しては釣れないのですね。まあいいでしょう。時が来るまではまたしばしの静観です。奴らが。ベイル様、今回は目覚めている時間が長すぎたようですね。近いうちにまた眠ります。指示はこの紙に。後のことは頼みましたよ。は、仰せのままに。いいでしょうか。どうも。やあやあ。素晴らしいです。よくお越しください。またお待ちしています。素敵なお城ね。ようこそ。ごめんくださいまし。やるからには全力を出しますぞ。よし、ふんふん、せい。風味にこだわってみましたぞ。風味が気に入ったわ。私これ好きだな。来ませぬな。これは私めの得意技、ニワトリの鳴き真似の出番と見ましたぞ。おはようございます。ん、なんです？この部屋にニワトリはおりませぬぞ。鳴き声は気のせいではありませぬか。
ム。エンゲージ。